チムさん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自己紹介からよろしいですか。はい、どうぞお願いします。はい、電動リール、まあ、宮エポックというところの電動リールを作らさせていただいてます、宮前の田中と申します。今年で、宮エポックブランド50周年を迎えました。あ、すごいですね。はい、50年電動リールを作り続けて、で、その50周年をですね、ちょっとこう記念モデルという形でこちらの CZ9 のアニバーサリーリミテッドという、特別仕様の電動リールを作らさせていただきましたので、今日はそのご紹介にさせていただいたんです。はい、はい、よろしくお願いします。これすごいです。なんといっても100台しか作ってないんです。あ、少ないですね。少ないです。かなり少ないですね。深海釣り、またマグロ釣りで宮前の電動リール、かなり、まあ、コアなファンがいていただいている中での、まあ、100台しか作らないというところですので、かなり貴重なものになりますし、まあ、早めに、もう実は言うと完売ももう見えてきてるかなというところですので、はい、ここでご紹介させていただけると、もうこれで終わってしまうんじゃないかと実際そんなことも思いながら今日来させていただいてます。どうですか、見ていただいて。いや、もうちょっと口が滑って趣味悪いなって言いそうになったんですけど、かっこいいですね。そうでしょ。よく見たらこう、もう金色がちょっとやらしくないというかね、はい、先ほどもおっしゃったけど、シャンパンゴールドみたいになってるんで、はい、まあ、ちょっと結構こう近い、こう茶色とかにも近いニュアンスがあって、結構こう竿とかにつけても馴染みそうな感じだし、かっこいいですね。実際これがそうなんです。青い、まあ、海、空の下でですね、船べりについてますと非常にこう綺麗な発色をするので、多分こう太陽光当たったらもっとね、この蛍光灯とかよりだいぶ綺麗な色になるんちゃうかなっていう。そうです。まあ、まずおっしゃる通りで、当然、まあ、私ども深海のメーカーですので、まあ、キンメダイ、アコウダイというところですね、深海の魚、それ以外に、まあ、マグロにも対応できる能力を持ってますので、マグロ、キハダ、クロマグロ。で、ぜひとも奄美とかで、カンパチとかですね、ああいったところに使っていただくのもいいんじゃないかと思います。そのあたりのこう、まあ、深海魚とか、はい、大型魚を釣った時にこう並べて写真撮ってもすごい映えそうですよね。こう従来のこうシルバーとかね、こう黒っていう、いかにもこうリールっていう色よりかはこうマグロ釣ったぞっていう時のこう写真に収めた時もなんかこう値打ちのついたみたいな、ちょっとちゃうような感じしますよね。はい、おっしゃる通りですね。やっぱり所有感が非常に高いものに、まあ、仕上げているという形ですね。で、特徴の方を説明させていただきますと、まず見ていただきましたら、この、イオンプレーティングという形でですね、シャンパンゴールドの色をつけさせていただいております。で、以前ですと金メッキでやっておりまして、どうしても金メッキでやる場合、先に、金メッキののりを良くするために銅をつける必要があったので、その銅の方が悪さをして、まあ、悪さというか緑青という形で、アワサビのような形のものを出してしまうというデメリットがあったんですけども、嫌ですよね。さすがにね、こんな高い金色のリールでこうサビが浮いたらね、はい、どうしてもそれが避けられないというのが金メッキの、まあ、デメリットであったんですけども、今回は車等でもですね、よく使われてますメッキの技法を使っておりますので、まあ、メッキというか発色の技法を使ってますので、イオンプレーティングでシャンパンゴールドを引き出して、で、実はですね、ボディだけではなくてこの、ステンレスの部分等にも、ゴールドカラーを使っていますし、非常に細かいところにもゴールドを使っていってますので、これがなかなか一点一点そういうのが大変だったというところですね。これよう見たらビスも、あ、ビスは金色じゃないか、はい、ビスはシルバーか、ビスはシルバーですね。あ、なるほど。どうしてもビス交換等もありますので、ここはシルバーでやらせていただいてます。あ、はい、で、全体の色目での特徴というのがまず一つありまして、で、外見で言いますと、あとこの
CCM 社ですね、あの宮前の電動リールにあの CCM のハンドルをつけるという方結構おられまして、あそう、はい、で、CCM 社さんの方でオリジナルのリ、ハンドルをよく出しておられたんですけども、今回は正式に宮前の方から、CCM 社とコラボという形で作っていただきまして、初コラボなんです、これ。じゃあこのハンドルはこのリールにしかついてない、ついていないものです。でそれも、同じ色目にしてシャンパンゴールドでやらせていただいておりまして、一体感が非常に出てるので。ああなるほど、はい、そのところにもお金がだいぶかかってるんですね。かなりそこは、はい、かかっております。なるほど。で、内部の方ですね、この CZ9 アニバーサリーリミテッドですけども、ベースの方は、宮前の電動リール、特に国内の、深海釣り、またマグロ釣りですね、で一番使われていると言っても過言ではないです、まあ、一番のスタンダードモデル CZ9 をベースにしておりまして、で内部の機構等も、まあ、CZ9 と、同等にさせていただいてます。でプラスしてですね、それだけではやはり50周年を飾るにまだまだ、もったいないなというところがありますので、ツインタフメカシステムというシステムを搭載しています。これですね、何かと言いますと、はい、この電動リールの前にちょっとマグロスペシャルという電動リールで搭載させていただいたもので、受注生産でやってた分ですかね、初めは沖縄限定でやってた。あ、そうですね、はい、そこから名声が高まって、あ、まあ、通常に発売しているような形の商品になっているんですけども、300キロのマグロ等をですね、きちっと取れるように考え出した、ギア、中のギアをですね、まずステンレスに変えています。もともと真鍮だったんですけども、それをステンレスに変えることで、大きなマグロもきちっとギアの損傷なく取れると。それと、ライニングですね、いわゆるドラッグの方のライニング材をカーボンドラッグの方に変えさせていただきました。従来カーボンドラッグというものは宮前では採用していなかったんですけども、やはり滑り出しの良さと、あとドラッグ力の安定感というところを、我が社の中でもずっと、まあ、研究し続けてですね、で漁師さん等にもテストで使っていただいて、もう十分使えるという実績が取れましたので、でそれをマグロスペシャルの方で搭載していたんですけども、評判がかなり良かったので、それもこちらの方に搭載して、いわゆる今現段階で宮前が持っている技術、そしていろいろなテクノロジーを詰め込んだ最高の一台になっております。さらにそれで見た目をかっこよくしましたよと。そうです、まさしく50周年を飾るにふさわしい電動リールだと思っております。かなりアジア受けが良さそうですね。おっしゃる通り。そんなことないです。アジア受けやっぱりいいです。あ、いいですね。あと関西でも深海釣りというところは人気がありますので、当然関西の方でも売れ行きは好調なんですけども、やはり関東、深海釣りのメッカ、伊豆周りとか房総半島にありますので、そちらの方のお客さんから の注文の方はかなり多くいただいております。はい、私ども の電動リールの特徴としまして、12V と 24V、両方ラインナップしてるんです。通常 の大和さんとか島野さんの電動リールは 12V 仕様ですよね。はい、そうです。で私どもは 24V という、馬力のある電力を使える電動リールの方も発売しておりまして、で最近ですね、この深海釣りをされる方、24V の要望も非常に高くありますので、そういったところでですね、12V、24V 両方出させていただいて、で、それ両方含めてですね、限定100台と。あ、この金色のこれも 12V と 24V 両方の仕様があるということですか。はい。あ、そうなんですか。あります。で、12V、24V をひっくるめて100台しか作ってないという。両方合わせて100台。はい。ああ、なるほど。かなりレアなアイテムになっておりますので。なるほど。はい。ぜひ、ご購入いただけたらと思いますんで。ちなみに価格は定価でいくらぐらいでしょうか。はい、12V タイプでですね、定価で
45万円。45万円、はい。で、24ボルトタイプで定価で47万円となっておりますので、300キロのあれですよね、マグロっつったら40万ぐらい一気に持っておりますもんね。そうですね、そう言っていただけると、ね、全然安いもんなんですよ。おっしゃる通りです。はい、あと、アコウダイですね、なんかも非常に高価なものになりますんで、一匹それこそ何万円とするような魚になりますので、はい、実用的かつ、まあ、見た目もいいし、はい、じゃあ僕1台買うので、ちょっと1台注文入れておいてもらって。ありがとうございます。もうそう言っていただけると、はい、ぜひマックスの上層部の方にも、はいはい、売り込んでいきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。